質問会100問100問用意しました。長いね。ガンガンいきますか。続きいきます。はい。師匠はメロンパンとチョコチップメロンパンはどっちが好きですか？俺はもうメロンパンに決まってるでしょ。違うんですね。チョコチップは全然違う食べ物ですよ。私は正直チョコチップメロンパンです。いや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 、何をおっしゃるんですか。メロンパン大好き芸人を名乗るなったら、まあ片焼きメロンぐらいだったら許しますよ僕は。はい、以前ツイートされていたアップルウォッチ的なのは今どこにありますか？ありますよ、家に。使ってます。ランニングとか？ランニングとか、あと自転車乗るときとかも、その GPS みたいな形でつけて、どこにいるってこう、全部その何分何キロみたいなのも分かるんで、心拍数も分かるからね。すごいっすよ、もう。なんかこういう時代なんだなと思いましたね。でもあれなんですね、Android なのにアップルウォッチ、はい、そう。そうなのよ。今でもアンドロイド傾向が強いんじゃないですか今。世界的にはそうなんだよね。そうです、日本だけですよこの iPhone でしょ、はい、だそういうことなのよ。そういうことなのよ。まあ、あの送ってきていただいたんで、大切に、はい、使おうと思って、はい、アップル株今下がってんだよ。あ、いいか、はい、はい、どうぞ、はい。結婚願望がないとおっしゃってましたが、めっちゃ大好きな彼女に逆プロポーズされたら結婚決めちゃいますか？ちょっと考えさせてくださいって言いますね。ちょっと、いろんな状況、兼ね合いがありますんで、つって。ここまでだね。一回考えたい。はい。逆にね、逆プロポーズするって感じ、最初は好きじゃないと。その発想ありません？ありますね。ちょっと探偵の調査が入る可能性ありますね。お休み中の今でも体型が崩れることなく維持されているのですが、今も何かしらトレーニングはされているのでしょうか？ちょこっとやってますね。まあ運動が好きなんで、まあ、自転車もずっと変わらず乗ってたりしてますよ。20年とかやってんのか、そういう生活を。なんでまあライフワークみたいな感じですよね。あとまあ太りにくい体になってるっていうのはあると思います。まあ小食っていうか、こんなに物も食べないんで、1日ラーメン1杯の時もありましたね。昼に食べたラーメンまだ残ってるみたいな、夜になって。胃に残ってるって思うところが、はい、体ができてるからなんだろうなって。でもその1日の摂取カロリーが多分もうその場で取れたら、あと1日 OK なのかもしれないですね。ライトブルーのファイトパンツの色がとても綺麗で似合ってるんですが、うん、あの青はどういった経緯で選ばれたんですか？どういった経緯だったっけな。ただのブルーだとちょっとなんか工夫がないから、リング映えするようなイメージだった気がしますね。で明るい方がいいよねっていう。暗い青よりはこう光が当たってこう目立つような形にした方がいいかなっていう、それで決まったと思います。もしももう一度大学で学び直せるとしたら、どんな勉強をしたいですか？そうっすね、やっぱり英語はもう少し頑張りたかったなっていう感じですかね。コミュニケーション、スピーキングイングリッシュですね。留学とかも、はい、留学は難しかったんじゃないかな。まあ、できたらいいけどね。その時はあんまりこう日本より外に出てっていう感じじゃなかったような気がしたんで、まあ、英語ができないと今はねいけない時代ですよね。大丈夫ですか？はい。何ですか？男か女かどっちが付き合い多いですか？いや男の方が多いですね、はい。格闘技関係は、まあ、なんだかんだ格闘技関係が多いですね。何かの集まりとかに呼ばれるのは格闘関係が多いかな。総合格闘技したくて8月に現場監督を辞めて上京してきました。弟子にしてください。まあ何をやるにも目指すにも自由ですけどね。自分がすごいこう気概を持ってれば多分どんな人でも成功できると思うんですけど、僕はあまり勧めたくはない選択でありますね。でも来たんだったらもうとことんやった方がいいと思いますよ、はい。弟子、僕は弟子はいないので、まあ何かしらで形でこう絡みがあればね、お手伝いできるかもしれませんけど、基本的にはやっぱり自分の力で切り開いていくものだと思います。もう行くことを決めているラーメン屋さんは今何軒ありますか？行きたいお店は腐るほどありますよ。東京ラーメンストリートは行きたいっすよね。つけ麺の六輪車さんとかね、おうち空の色、豚骨ですね。あと煮干しいぶきさん、板橋区って結構ラーメン激戦区で、すごい二郎系もあり煮干しもある中華そばもあるいっぱいあるんですけど、板橋はちょっとまだ今まで攻めれなかったんで、板橋行きたいな。幼稚園から大学時代それぞれのニックネームを教えてください。ニックネームとかあんまなかった気がするけどな。なんて呼ばれてる？普通に下の名前呼ばれることが多かったですね。豊か、はい、ほんまりニックネームとかあんまなかった気がするな。誰に対してもそのニックネームはなかった気がしますね。面白い回答がなくて申し訳ないです。その時はほらなんだかニキって言葉がなかったから、はい、万年花粉症と万年月指、うん、どちらが嫌ですか？まあ月指よりは花粉症の方が嫌だな。だって月指なんて別にほら何もしなければ何もないじゃないですか。花粉症ってもうどうしようもなくない？あれ治んないって言いますよね。月指って結構痛い。
まあでも月指も程度によりますけど、多分もっと重症だったら卓球とかになるじゃないですか、はい、月指ぐらいだったらまあまあ耐えれるということ。斉藤さんが勝ってから斉藤さんが痛いって一回も聞いたことない。いやそんなことないですよ、人間なんでね。多少は我慢できるぐらいな感じですよ。痛みは感じてますから、人間だものって。海外での試合考えてますか？今はないですね、はい。どうして今はない？海外でやるっていうのはまあいろんな契約のタイミングとかがあるので、僕はそのタイミングじゃないってことですね、今は。格闘家の方々が引退を考える瞬間とはどんな時だと思いますか？まあいろいろあると思いますよ。そんな表に出せないような話、プライベートとかもある、仕事もある、年齢もある、怪我もある、いろいろこう人によって違うんでね、状況が。まあ辞める時期を自分で選べるのはまだいい方なのかなとも思いますね、引退で言うと。まあ野球サッカーと違って首がないといえば首がないので、続けてしまうことがいいのか悪いのか、人によって全然状況が違うんで、デビュー早い、デビュー遅いとかもあるんで、だから、うん、様々だと思いますけど。でも格闘技ってやっぱ傷つけ合うものなんで、試合で体とか脳のダメージは結構こうシビアというか敏感になって考えた方がいいと思いますけどね。うん、引退後の方が長いんで。つい島の秋田弁はありますか？なんだかダメっていうの。ダメ、うん、ふっと出る時ありますね。 どんなトーン？どんなトーン？これしたらどうなんだべみたいな。俺どこに行ったんだべか。野球や空手では耳が湧かないと思います。はい。いつ頃湧いてどれぐらい痛いのでしょうか？また何か対処したりしましたか？東京来てから湧きましたね、僕は。寝返り打てないぐらいこう内出血っていうのかな、こう本当に風船みたいに膨らむんで、これもできない、寝返り打けないっていうので、まあ、病院で行ってこう注射器で血抜いてもらってこう絞ってっていうのを繰り返していくうちに硬くなったって感じですかね。硬いんす？硬いです、もう骨みたいな感じ。全然痛くない。イヤホンとか入んないっすか？イヤホンはこうやって入れてます、こうやってこうやってグイッて。ヘリでロー、ミドル、ハイ、どれが一番得意でしょう？得意？蹴りやすいならロー効くかな。好きなの？あんまり蹴り好き、まあローキックじゃないですか、多分蹴りやすいから、はい。同じ秋田県出身の佐々木のぞみはどう思いますか？斉藤選手の精神がたまに渡部に見えるって。どういうあれで？いや、佐々木のぞみさんめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。もう秋田美人っていう言葉がそのままだと思います。今一番戦いたい相手、朝倉牛久以外でって。キムスーチョル。パッと浮かぶのは、はい、まあ階級違いますけど。以外はいないですね。理由、もう単純に強いからです、はい、魅力しか感じないですね。同じ階級にいたらって思うことはあります、はい、でも残念ながら彼は多分バンタムでやっていくんでしょう。フェザーのタイミングも、まあでも流れ的にもうそうですよ。あと大木保さんに勝ってんだもん。王座戦っていう流れになっていくと思いますよ、はい。過去に腹渡がよじれるほど笑ったことがあれば教えてください。でも等しい松本の滑らない話はずっと面白いなと思って見てますね。第1弾からずっと見てましたね。メンタルの鍛え方を教えてください。メンタルの鍛え方、いろんなこと経験することじゃないですかね。いいことも悪いことも。預金残高がゼロになるまで買い物してくださいって言われたら何をどれぐらい買いますか？買えますか？物を買わなきゃいけない、はい。なんだろうな、親に家を買いますね、多分。あるやつ全部で、はい、買える物件でって言って、それでゼロにするかな。僕でも株持ってるんで大丈夫なんで。絶対に許されるとしてやってみたい悪いことはありますか？悪いこと？犯罪ってこと？なんだろうな、スピード違反？思いっきり行けるところまで行けーってブイーン200キロぐらいのね。ドイツ行きます。スピード違反、どこまでスピード出るかっつって。金マンは何個食べれますか？金マンはね、そんな食べれないよ。結構でかいから、重くてでかいから1個2個食べたら十分だと思うけどな。多分質問した人は28個食べましたっていう支援が金マンの。それ言ってほしかったかな。秋田の人にそれ言ったら大体言うから、はい、CM っすね。そういうことか。私事ですが、自分は斉藤選手の大ファンで格闘技を全く知らなかった。付き合っている彼女も影響を受けて斉藤選手の大ファンになりました。反強制的だったかもしれませんが、うん、2人で斉藤選手を見にライジン31ですね、人気メインで現れた瞬間戦っていた姿は今も鮮明に残っています。結果は本当に残念でしたが、お互い大ファンの斉藤選手を生で見れて応援できたのは大切な思い出です。その彼女とはその後別れましたが、今は別々の道で歩んでいますが、当時あの試合を2人で応援できたことは別れた今もずっと幸せな思い出になっています。
ただ一つ言えるのは、悔しい気持ちのままでは終われないでしょう。はい、2人離れた場所で応援させてほしいです。戻ってくるのを待っています。質問です。戻ってきてくれますか。キム・スジョル呼んでこい、フェザー級にって思っちゃうけど、まあ難しいでしょう。まあなんかそういうこう燃える選手がいればね、いいっすよね。なんか戦う理由っていうかね、いろんなこう兼ね合いがあって、まあ、そういう試合やるぐらいだったらってやっぱ思っちゃうもんね。だからなんかこう燃えるような人がいればね、また違うんだろうけども、スジョルみたいなのが現れたらすごくいいんじゃないのとは思うけどね。フェザー級にね、どうなんでしょう。まあこれからいろんな選手が出てくるだろうから、またね違う流れ出てくるんでしょうけどっていう感じで、はい、スーチュラどこにいるんだっていう、使えるかこれ